それじゃあレオン、サドラーまで案内して。聖域に向かってるのね、レオン。分かったわ。というかエーダもあれだよね、プラーが取んねえといけないはずだから。早速よーストレンジャー。結局見つかなかったな、ノビスタは。でこれだ、4色はまあ4色か、22でもいいんだ。まあ4色つけられそう。赤つけるのがいいのか。でも赤ないっぱいあるからな。いや難しいな。あ、同じ色、全部同じ色がいいのか。あ、いけるねこれ。これがいいのか。これが 1.7 倍。ウェルカム。何から始める？ありがとうよ。で、今さら硬くすんのもな。11万、なんか増えた？ロケランは買えない。新しい相棒を手に入れたらどうだ、ストレンジャー。生き残りたけりゃな。泣けるぜベア。走り速度アップ取れるぞこれ、10万円。いやーでも武器強化じゃないの。まずはああ連射弾数、武器にぴったりの調整を改造ってのは根気と努力がいるんだ。弾数、小さな積み重ねが大きな結果を出す。ショットガンはいいでしょ。威力、あ、威力あったな。これでもこれ弾ねんだよね今。あげるか。いい仕上がりだぜ。じゃあ素材も買うか。またこれ素材どこだ。ここか。1個ずつ買っとこう。価格以上の値打ち、正しい判断だ。在庫は無限じゃねえ。あとはガンパウダーだな。2と3で買えるので最悪これでなんとかしよう。で限定解除無理だったね。だって俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか。金魚こガンパウダー今19ある。まあ大丈夫かな、わかんない。地で探しておくよ、あんたに合いそうなのな。では行くぞ。さあここからが本番。手榴弾とかも使い切ったな。これってレオンが逃げるところか。いやでも鍵クマちゃんついてなかったから、エイダが乗ってきたあれじゃないよな。レオンが帰るときに乗るやつって。いやでもなんかよく似てる気がすんね。バレた、最悪だ。いやめっちゃいるよ。いってー、はあ、きつい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 。3つくっつけたらいいのかなこれ。いやきついきついきつい。弾がもうなくなった。ガンパウダー拾えてる。素材もまあぼっちぼっちある。1体ぐらいステルスしたかったね。
ミドルハーブ1個取っときゃよかったな。あ、2個出た。ライフル。色はどうするんでしょうとか、やっぱ。また出んのかい？なんかうろうろしてる。なんだ今の。吹っ飛ばされて自分のこう定位置に戻ろうとしたのかな。今シャドラの元へ向かってるわけだ。わお、クラウザーないのか。来て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 、いやー敵のオンパレード。強化手榴弾も使い切ったよ。やべ、レシピ買うべきだったなこれ。でもそれならあれなんだよな、矢の方でいいんだよな多分な。これな、作っとくか。1個こっちか、 S の方か。ナイフが2本ある。素材 S を1個使って1本しかできないんだよなこれ。これだとガンパウダーを10つか、まあいいか、手榴弾代わりに。リロード OK。 全然出ないもんね。ガンパウダー出る。こっちだったのか。これがあるってことはなんかさ、クラウザーいるんじゃねえなと思っちゃうよね。果たしてクラウザーはレオンに完全にとどめさせたのか、意外とわかんねえし。わお、あの爆弾使います。使えねえ。一体引っかかった。牛さんこれ来るな。ちょっと待って、今なんかうろうろしてたじゃーん。これは良くないですね。暗い、暗くて何も見えん。暗すぎんかこれ。ハンドガンが残り4。なんかあったよね。
ポーターか。 S でハンドガン、 S でハンドガンか。 S があと3つ。取り残しある？ないね。行くぞ。あれ？あ、サドラと戦うところ。ぽい。とてもぽいんだけど。エイダがどこからロケットランチャーを調達したのか。ガンパウダーいっぱい落ちてんね。黄色？ここに来て黄色？あ、キッキ言ってんな。あれか。閃光がバレた。特殊部隊って感じ。ベレー帽。え、なにベレー帽、売り物？売却専用。ほう。まあクラウザーも被ってたよね。マジかよ。来んのかあいつ。もう一発？勝てな。早く開け口。終わんねえの？うわー、弾が。やばいって、もうたまねえからな。ハンドガン5発。弾がない。これはライフルと閃光。 S がハンドガン、ショットガン。ガンパウダーが今27。よし、頑張ろう。ハンドガン、ありがとう。アイテム、あ、あるね。ん？あ、これか。至高のロット。行くぞ。いやでもまずエイダは助けるとこからだよね、一回。でもこれあれやっぱそうだね、あの戦闘するとこだよね。どのタイミングで取るんだろう、エイダは。
女神像。行きます。そこ乗り越えたらもう戻れないのかな。楽しみにしてるぜ、ストレンジャー。あんたたちがやってくれるのをな。教団が嫌いなんだね、商人も。はめ込む気はなし。はい、ウェルカム、ストレンジャー。それで何がお望みだ。高値で取引だ。改造は不要で、一応レシピ買っとくか。さあさあ、クッキングを楽しみな。もうボスかなこれ。宝石系全部売ってガンパウダーを買うべきかどうか。まだかな、もうちょっとかかりそうだな。ただクラウザー戦はなさそうだね。腕に自信がねえなら武器を改良するしか。だんだんあんたの好みが分かってきたぜ。ハンドガンを。改造ってのは根気と。60,000円。これ以上改造できねえ。ただし、あ、いや、なんでもねえ。60,000円作るか。売っちゃえ。どんなブツも大歓迎だぜ。これ全部売ると40,000。あ、足んないです。売らないもう一回来ることがあれば限定解除できるハンドガンが。さあこれは伸びさいるんじゃないのこれ。いるわ。カサカサ早すぎじゃない？ずっと住み着いてんな、伸びしたが。お、キーキー言ってんな。ただ見えない。どこ？マジ見えない。あれ、うわーすごい。明るめにしたと思うんだけどね俺これ。ちょっと見てみようか。ちょっと明るくした。おお、戦えと言わんばかりの。あ、そういえばここでさ、エイダ確かサブマシンガン撃ってたけど、俺もう置いてきちゃったんだよね。いきますよ。彼らと契約を交わした。彼に祝福を、そして彼らに深き憐れみを、皆に歓喜を。いざ核あれかし。こういう戦闘だ。ちょっと待って、見え。
一丁見えねえし。なんかハメですか。いやー丸出てますね、回避の丸。あー、それがあるんだ。回復なし。あー、あった。丸。その強欲、世に最高、無益なこと。効かないんだ先行。痛ぇ。今のしゃがめば避けれんのかな。これは戻って買うことも可能か。どうしよう。救急スプレーとか買うか。もうボスっぽいんで、ラスボス扱いになるのかなこれ。さらに次があるのかどうかちょっとわからんけど。全部売っちゃって、ハンドガンか。寄ってくれ、ウェルカム、ストレンジャー。で、要件は何だ。なんてこった。それあ、いけるじゃん。金をつけてやる。え、でもこれハンドガンでなんとかするものか。自信がねえなら武器を改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。よし、勝ちた。もうこれ以上俺たちがいじれるところはねえな。ゴリッゴリのカスタム品の完成だ。買えるときに買うってのが賢いやり方だ。あと売るもんもないよね。特殊スコープとか売って。大歓迎だぜ。スプレー欲しいけどな。いや、まあなんとか、なんとかこれでセーブしちゃっていいのかどうか。さあ行くぞ。ハンドガンどうせ弾あんまねえなっていうね。先行はもしかしたらあいつノビスタ呼ぶかもしんないから、それまで取ってた方がいいね。あと丸で避けると。不浄のしもべ、忌まわしき誘惑の蛇よ、神の意向に焼かれるがいい。そう、でもちょ、リーチ長くねえそれ。いや、忌まわしき者、あるべき場所へと帰るがいい。チャーミーでいける。なんかわかんない。ちょっと今丸連打したんだけど受けれませんでした。ハメだハメ。なんか避けにくい場所があるねこれ。おお、回収だ。ムカつくのだ。痛い。よ、届くの？なんかある、こっち。いける。うぃぃ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 
灰になるべきなのかそっちを。望みをしてよ。長いね。やばい、撃ってくる。口が光ったら撃ってくるっぽいな、あの受けた銃弾を返すやつ。あー、しゃがみだった。ひるんだと思っちゃった今。すげえことしてくんな、人間じゃねえ。まあ、人間じゃないんだけど。ここダメなんだ。それ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 、ハメですよ。痛い。ハメハメ、画面端。ちょっとなんかハマってたわ。これでひるまねえからな。横にずれればいい。でもちょっと縦長ですごい避けにくい。折れた。どう？少し。いって。いいもの目が。危ね。避けれる？ダメです。またかよ。しゃがみだよ。うわー、きっちいわ。うわー、どこ行った？右、え？うわ、なんかドリルっぽいのしてきたな。あれなんか R1 っぽかったんだけど、ボタンがフックで逃げんのかな。浮上のしもべ、忌まわしき誘惑のデビよ、神の意向に焼かれるがいい。そう、でも灰
になるべきなのはそっち。いや、うい、押したけど。望みを捨てよ。よきにき、このクモツは返そう。食らうね。シルダー投げよう。2個。あ、いや、まあ、いけるか。先行が役に立たない。あとはライフルしかねえ。今は敷物あるべき場所へと帰る。 R1 っぽいんだよ。いよいよ弾が尽きてきた。まだかな。あんまないんだけど。飾ってなくね。緑ない。ひあ、よろまいてたじゃん、今。弾つきた。その強欲、世に災禍をもたらそう。これでラストだろ。
ウェスカー聞こえる？手に入れたわ。これでデューティーフリーに寄らずに帰れそう。エイダ、よくやった。すぐにそこを脱出しろ。了解。今迎えを送る。そっちもうまくやれてるわよね、レオ。強力な武器を手に、超きつい。やつを何とかしないと。ちょっとこれでどうにかするの、俺。あれなら効きそうね。あれか。待って、まず回復。ガンパウダーがねえのよ。なんもないのよ。ちょっと遠いな、これ。いやー、体力ある。ガンパウダー、ハンドガンある。うん、まあなんとかなるか。弾はなかった。多分ね、ロケランに撃たないといけないんだけど、うわぁ、ガンパウダー足んね。
落としてない、落としてないか。ショットガンもない。うー、きつくねえかこれ。爆発まで時間がないわ。あ、ナイフ折れた。まずい。何がいいんだ。ショットガンか。ショットガンだな。早くちょっと縦剥がしできない。あったじゃんっていうドラム缶が。いやもういらない気がするんだけどね。うかぶね。行った方がいいね。ギリギリだわ。あー、まだなんか出るかな。あれね、一応拾っとく。いや、なんかまだありそうだよこれ。届けるのに帰るのかこれ。どこまでもしつこい野郎だ。特殊弾ご注文への感謝状。クラウザーが注文したんだ。特殊弾、これは何。弾頭を重装甲標的用に強化しました。弾頭が赤になってるやつが特殊弾。クラウザーのおかげで。これを見越してたのかな、クラウザーは。戦車やトーチカはもちろん。トーチカってなんだ。
戦艦の分厚い装甲さえメタルジェットで貫通する。なるほど。オーバースペックだって。ふさわしい標的が存在しないほどの破壊力。ニューマン。ニューマンなんだわかんねえな。なんか聞いたことあるようなないような。5の。嘘。最悪。ご褒美よ。早く早く早く。どこに向かうのこれ。ゲロキツなんだけど。なんで無理無理無理。ちょっと終わってないこれ。回復はある。いけないこれで。倒さなきゃダメ。いけるいけるいける。あら時間かー、きつい。ハンドガンで多分やれそうなんで、わうわー、そら即死だわ。使わんとまずそうだ。やばいかこれも。
で間に合う。いけるか、いける。はあ。いてー。ロケラン倒さんとあかんのかこれ。多分あいつだよね、撃ってきたの。やばそう。まだいるわ、ロケラン。これは無理。逃げまーす。いた。レオを助けて、お願い。レオンどこでやってんだこれ。何をしている？さすがね、レオ。ルイスとの約束なの。安心して、悪いようにはしない。迎えよ。乗ってく？分かってるんだろう。ここでお別れだ。そうね。
じゃあまたね、レオ。レオ！つないで。アンバーを手に入れたわ。よくやった。一つ聞かせて、これで何をするつもり？余計な詮索は不要だ。これだけ覚えておけ。新しい時代が始まる。100人を犠牲にし、ただ一人が生き残る世界。俺がその世界を加速させる。そう、数百万の犠牲者が出るわね。数十億だ。聞けてよかったわ。進路を変えて、今すぐ。ウェスカ船に乗ってたんだ。あれ船中だったんだね。え、今追いかけてなかった？進路変えたけど。どうなんだろう、アンバーは結局ウェスカーに奪われるのかな。とりあえず RE4 の中ではウェスカーじゃなくてエイダは完全にそのなんだろう、正義寄りというかね。 RE2 だとか、あと、リメイク前の4の中だとエイダはなんかこう、本当に思惑が不明な感じだったんだけど、まあでもなんか完全に、正義寄りな感じになってましたね。まあ、そんな感じで、バイオハザード RE4 の DLC、セパレートウェイズエイダ編ですね。いやー、面白かったね。裏で何をしてたのか本当によくできてたね、なんか。すごく丁寧に、リメイクされましたという感じでした。非常に面白かったです。ということで、動画的にはこれで最後になるのかな ?2 週目やるかどうかちょっとわかんないですけど。ボーガンとかな、最強にしたりとかしたいはしたいな。ちょっとそれはまた考えるとして、あとクリア後得点何があるのかな、まあ、それぐらいは見てみましょう。あ、今、ウェスカに笑われた？チャプターリザルト。あ、コスチュームだって。ドレス。アンダーカバー。あ、ベスト。これ、なんだろう、あれかな。マーセナリズのやつかな、ルイス。あ、ウェスカーもいる。メガネ。サングラス？メガネ？これ、エイダがつけれんのかな？さあ、チャプター、いやチャプター1とか12分だって。ボリュームすごかったね、なんか。チャプターによって全然違うというか。チャプターは7まであります。こちら指令室、進路変更か。こちら指令室、変更の理由を問う。繰り返す、進路変更の理由を問う。応答はありません。何らかの原因で爆破タイミングシンクロせず。破壊力は想定の 50% 程度低下。島の大半に想定の効果を認めず。エイダ、したたかな女だ。ヘリはミサイルの射程内です。
失礼しますか。放っておけ。所詮はボサの範囲内だ。こちらも目的は達成した。計画に影響はない。さあ、世界の黄昏は目前だ。うわ、アンバーはついでだったんだ。クラウザーの回収が本命で、あれからその支配種のプラーガを取り出すのかな。いやー、新しい武器が武器商人から購入可能だって。いや、これはさ、やっぱ、5もリメイクしてほしいよね。5が、まあ、この後5で、ウェスカーとの決着がつくんだけど、うわ、どうなんでしょうね。これは見たいな。リメイクな。5と6は見てえな。7以降はさすがにリメイクするようなもんじゃないけどね。まあ、そんな感じで、いや、本当に、ストーリーが、より複雑というかなんか、丁寧に作られてるなっていう、感じでしたね、全般的にね。あとエイダ編のレーザーカッターの部屋の、なんだっけ、マルニコフみたいな名前の、わかんない名前が、不死の怪物ね、とかね、追加されたりしてよかったですね。まあ、そんな感じで、ここまでにいたしましょう。また別の動画でお会いしましょう。それでは、また。